こんにちは。ということで今日は、草野球の日なんですけど、今日スタイガーさんと試合なんですよね。今日は、まあ、スタイガー相手にちょっと投げさせてもらおうかななんて思ってますね。ちょっと来て。ユニフォーム買いました。これめちゃくちゃかっこいい。似合ってるね。確かに全然合うけど。おいおい、頑張ります。もう始まるね。白も似合ってるね、うん、これでも全然いるよね。来た、宮地和也だね。じゃあこれはこれ、はいはいはい、1年目の唐川。東浜正解。正解。Thank you.
いっぱいやって。はい、OK。はい、はい。そうさ、外にバーン打っていくやつ、みんな背中入るからここにバチンっていって、でそれをパッとファールしに行った時に最後インコースにパッとスライド曲げる。そしたら振るから全部外外外で行くから向こうに当ていって、で落ち球とかスライダーをパンって拾われる。インコースにキュッてまっすぐ来たのがやばい、バーンカットさせて、で最後にインコース意識させておいて、また外見せといてインコースにそれパン、そしたらバーンってそれ使ったら結構それじゃあ点取りでしょう。よし、大好き。あ、やっぱThank you.
絶対練習したよね。スイングめっちゃいいよ。村岡が褒めてた。カイロコーチが。ああ、マジでよかった。ナイス。ジャイキリン。はい、じゃあ行こう。よし、このままね、もうちょっとコールドぐらいに行きましょう。よっしゃ、じゃあ行こう。で、次ピッチャーね。お願いします。でも、打って交代。キャプテン、はい、素振り。制球動画するって言って、初戦これは結構いい素振りだしじゃないですか。そうっすか。あ、まだですか。あれ、1本目まだ、まだっすね。1本目厳しい、あれ取れる、厳しい。この辺で取れると思っちゃった。あー、まあ、制球の申し子だからね。誰ですか。え、お前、私っすか。で、まぶちと正規の文字を。ジャイキリの岸純一郎だから。頼むぞ。
Thank you.
お疲れ様です。お疲れ様です。マナケンです。飲んでるね。はい。最低4、あれ40だっけ？ 40。 勝負所さんがちゃんと決定。さすが。5-0にしてやろうと思って入った。まあ4対0で、まあ、相手ビクトリアをね、取ってるチームなんで、まあ、そこに結構、まあ、いい試合して勝てたっていうのはでかいと思うんだけど、まあ、ただ蓋開けてみると点の取り方がホームラン3本とあとファーストゴロのキャッチャーのエラーなんでタイムリーとか出てないのと、まあ、残塁がねちょっと多かったんで、まあ、この辺しっかり点取っていかないと多分大会プレッシャーかかったからに勝てないと思うんで、まあ、サインプレーだったり今日サインミスも結構出てたんでしっかりやっていくようにしていきましょう。ビクトリアの初戦が23です。ブルドッグ。ブルドッグ。ブルドッグ。まあ2回戦以降強いとはいえ、1回戦もね、勝たないと2回戦いけないんで、23ちょっと表示を合わせていきましょう。で、あれは16だよ。で、今年からキューブリーグを属して、あ、リーグ戦？リーグ戦。で、昨日アニマのケツブルドの方も結構相手強いんですけど、まあ、ちょっと規定をね、タンクの方で、いいというか、まあ、みんなが来やすい時間でちょっと合わせようと思うけど、まあ、大会ばっかりになってくるんで、まあ、なるべく、ね、参加できるメンバーしたりして、まあ、大会になるとちょっとなかなか試合に出れないメンバーとか出てくると思うんで、まあ、練習試合も、ね、ちょっと組みながらしっかりやっていくようにしていきましょう。まあ、引き続き出血は早めにやるようにしてくださ い、はい、あと今日の試合から動画としてみんなの分も出るので、まあ、勝ち進むほどね、みんなの露出も増えてくるので、ぜひ優勝しましょう。よっ、はい、以上です。じゃあ、そんな感じで。はい。じゃあ、今日は終わりたいと思います。お疲れ様。